よし、皆さん、ザ・グッズナイトです。今日のレビューは HSGI スリムグリップのバトルベッド。つまりスリムグリップはもっと痩せてる。それはなんとか HSGI のシャーグリップのバトルベッドはちゃんと毎朝に走るとか、よくダイエットするとか、ちゃんと筋肉トレーニングと痩せてたので、新しいベルトになりました。それはつまりこのベルトです。これのシーター、これは CO シューターズのコブラベルト。そう、今は中に使っていると、これは隣にはよく見えるとはスリムグリップ、まあよく見えないかもしれない。この中にはちゃんと中のベルトはもうちょっと太ってるより、これはボディは2つだけ。前のはシュアグリップは3つけど、その3つはでかいから、いつもプレートキャリアは邪魔にする。まあ僕は、ちょっと背が短いから。それカメラ乗せてはいつも背が高いみたいですけど、本当にやったら背が短い。そのせいで、この細いのベルトはプレートキャリアに邪魔しない。前のベルトは何でもかんでも邪魔したので、今のベルトは超素晴らしい。ちゃんと、見てください。左、右、邪魔しないと。中のグリップのやつはこの黒いのやつ、超よく服に捕まえて動けない。今はこれは S サイズの 30.5 のインチ、ちょっと当たらない、ここまでですけど、もしかして M サイズはもっとちゃんと当たれるけど、まあいいから。S サイズはいつも中にはヒップスには邪魔するはさせないから、今は全然邪魔しないので大丈夫です。問題ないでしょ。それがいいことです。よく動きやすいと、プレートキャリアと邪魔しないと、一番付きのダンプパウチと2つだけですから、いろいろなギアは使えないんですけど、これは1234でしょ。ここに何かあれば、この最初の2つを使って、とシートの2つ、ちゃんと捕まえないけど、あ、ダンプパウチ見えないか、ちゃんとカッチしないけど、まだ超いいの感じる、大丈夫です。まあそれとか、これのタイプは確かに HSGI のタコマガジンパウチがいいですけど、この 5.11 のマガジンパウチとショットガンシェルパウチはちゃんと使います。これは今シュルダーの中、これはいつも最初のは入れたらと次のは問題ないですけど、今はちょっと短いから、最初にはスキップしたこのスロットがよくあるので、それで銃をよく使えるとシュルダウン。後ろではあまり何もシャッターシェルだけが持ってるんですけど、僕には何もない。このアソルトパックのため、でももっと見やすいのため、最初にプレートキャリアやりましょう。よいしょ、暑いな。じゃあそれとか、このようによく見たら問題ないとか、ここには一番その2つがよく見えるでしょ。これがいいので、スロットはいろいろ気になるのことがあるんですけど、まあこれで一番使いやすいですけどな。よし、じゃあちょっと高いのやつ、アメリカでも高いの、それは確かに日本にもっと高いのやつですけど、邪魔しないと超便利と全ては使いやすいので、これにはシルランとか見つけやすいと使いやすいので最強だね。前のタイプより今はバトルベルトはよくいろいろの使ったことあるんですけど、確かにこれは一番最強ので、1万円ぐらい超ちょっと高いかもしれない。それちょっと気をつけてね。もうベルトだけでも超素晴らしいなもの、大丈夫です。じゃあ中にもそのカラカラのマジックテープがあるとか、ちゃんとマジックテープ専用のベルトを使ったらはもっと素晴らしいになる。でも
全然動けないベルトは、その黒いの使いやすいのやつ。じゃあ、今日はちょっと忙しかったで声はあまりないので、このレビューはここまでです。じゃあ何か質問あればコメントでしていてください。と、これはもうすぐ日曜日に使えるんですけど、あと3日と4日ぐらいですから、そのためにもっといいことを言うかもしれない。じゃあ皆さんお疲れ様です。またこのビデオはすぐ一緒にゲームしましょう。